はいどうも、皆さんこんにちは。ドラクエ大好きチャンネルのシャモと申します。今回はドラクエ6の職業を D から SS の6段階に分けて解説していきます。この動画では本作最強クラスの S ランクと SS ランクを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編いってみましょう。ということで、まずは S ランクからの発表です。本作屈指の強さを誇り、ストーリー攻略地点での活躍度もかなり高い職業です。ドラクエ6をプレイする上で必ず押さえておきたい最強職業とも言えるでしょう。まずは S ランク1つ目、舞踏家です。こっからのランクは上級職が並ぶことになるんですが、その中でも唯一の基本職からのランクインとなってます。戦士同様、物理攻撃を主体に戦っていく職業ですが、戦士よりも素早く行動して先制して相手を処理していくことのできる、そんな特徴を持った職業となってます。実際にステータスの補正値を見てもらえば分かる通り、素早さが上昇しますね。ただ全体的な補正自体は実は控えめで、前衛キャラでありながら HP も力も上昇補正があるわけではありません。ここだけ見ると実はそんなに強くないのではと思ってしまいがちなんですが、裏を返せばマイナス補正も MP 以外はそこまで大きくはないので、不安な部分がないという強みにもつながっています。またこの後の上級職もバトルマスター、パラディンと強力なものがあるので、ストーリーでの攻略的精度の高さも魅力です。さらにはこの職業の強みは熟練度上昇による習得特技の優秀さ、これも外せません。まずは回し蹴り、敵1グループにダメージを与える複数攻撃特技で、無知装備時と同様徐々に威力が下がっていくっていう特徴を持っています。やはり複数に攻撃できるっていうのは強力で、しっかりと装備を整えたキャラが使用すれば一気に雑魚敵を殲滅させることが可能です。残った相手は魔法使いの全体攻撃などでも処理が可能と、他の職業とのシナジーもある強力な特技です。次に熟練度3で習得するかまいたちですが、これは自分のレベル ×3 プラス10のダメージを与えるっていうもので、ステータスに依存せずどのキャラも安定的に火力を出していけることのできる強力な特技となってます。そして熟練度5で習得する聖剣好き、ドラクエ6を象徴する特技と言っても過言ではなく、非常に高い性能を誇っています。通常攻撃の2倍の威力で敵一体を攻撃、かつ消費 MP なしという強力な特技ですね。バイキルトや気合溜めとの効果も重複するので、状況によってはかなり高いダメージが期待できます。岩石耐性によって命中率が変わるので、その点は注意してください。そして熟練度8で習得する爆裂剣、敵全体からランダムに通常攻撃の 50% の威力の攻撃を4回繰り返すというもので、単体相手に使用すると倍率 200% の威力の攻撃を行うことができます。つまりは岩石耐性に左右されない聖剣好きみたいな感じですね。ただ爆裂剣の場合はバイキルトなどの効果が初段にしか乗らないので、状況に応じて聖剣好きと爆裂剣で使い分けができるといいかなといったところです。以上のことから戦闘における安定感が抜群で、かつ上級職へ繋いだ時にここで覚えた特技が引き続き活躍するという意味で、物理アタッカーにとっては非常に重要な基本職という意味でも今回 S ランクとなっています。続いて同じく S ランクに選ばれたのはバトルマスターです。転職条件は戦士と舞踏家のマスター、2つの前衛職からの派生ということで、非常に攻撃的な性能の上級職となります。ステータスの補正も見てもらえば分かる通り、重要な部分にプラスがついていることが多く、戦闘能力の高さがうかがえるかと思います。そして職業をマスターするとボーナスで力が20上昇するので、さらなる火力面での恩恵を受けることが可能です。さらにはバトルマスターの職業特性に打ち払いっていうものが存在していて、これは一定確率で敵の攻撃を無効化するというものになっています。熟練度が上昇するほどにその確率は上がり、最終的には8分の1まで上昇、物理攻撃だけではなく焼けつく息などの状態異常系の攻撃に対しても発生します。攻撃的な職業と思われがちなんですが、ステータスの補正と打ち払いの効果を加味すると、実は防御面もかなり優れている職業だということがわかるかと思います。実際習得特技自体は超優秀なものが揃いに揃ってるってわけではないんですが、舞踏家と戦士を経営しているっていう部分から、その時点でもそれなりに便利なものが揃っているという状況になります。そこに熟練度4で習得するサミダレ剣、熟練度7で習得する岩石落としがあるため、全体攻撃も扱えるようになるといったイメージです。
特に岩石落としは強力で、消費 MP なしで敵全体に90から130程度のダメージを与える特技。岩石系の属性を持っていて、相手の岩石耐性に依存して威力は変化するんですが、ノーコストで100ダメージが出せる全体攻撃っていうのはさすがに強いです。ノーコスト全体攻撃の優秀枠で言えば、パラディンの真空波、ドラゴンの各種ブレスなどが挙げられますが、主人公に関しては勇者への転職を想定すると、どうしてもパラディンは通りづらく、ドラゴンに関しても終盤でしか使用できない職なため、差別化っていう意味でもしっかりできていると思います。非常に使い勝手のいい特技の一つですね。ということで、主にステータス面の優秀さがポイントで、戦闘で火力を出していくのが得意な職業、ラスボス戦まで十分活躍できる職業ということで、今回 S ランクとさせていただきました。続いて同じく S ランクに選ばれたのは賢者です。転職条件は魔法使いと僧侶のマスター、呪文のエキスパートにふさわしい家庭ですね。 MP に大きなプラスの補正がかかって、呪文を積極的に活用できるステータスになるだけではなくて、若干ですが素早さにも補正がかかります。 HP や力、身の守りにはマイナスの補正がかかっているので、高列配置などでカバーしていく必要がありますね。ただ魔法使いや踊り子のような絶望的な耐久性能というわけではないので、ボス戦でも十分起用可能な範囲だと思います。職業特性は消費 MP の低下、最大で2分の1まで減少させることができるので、強力な呪文や特技を連発しやすくなるっていう独自の強みも持っています。これによって長期的な熟練度稼ぎやダンジョン探索での枯渇防止といった呪文キャラとしてはありがたい性能になっています。また勇者が取得するギガスラッシュが消費 MP10、 ビッグバンが消費 MP15 で撃てるっていうのもやっぱりかなり強力ですね。ベホマラーやザオリクといったシンプルに強い回復蘇生が評価につながっているっていうのはもちろんのこと、その他様々な面で活躍できる特技も多いです。熟練度4で習得する召喚、精霊を召喚して味方に加え共に戦闘を行うっていう特技で、使用者のレベルに応じて呼び出せる精霊の強さも変化します。レベル40以上で召喚可能なバズは特に強力で、イオナズンやジゴスパーク、ベホマズンまで使用でき、呪文にも耐性を持っています。実際に召喚の有効的な使い方としては、相手の攻撃対象を増やしてパーティー全体の被弾率を下げるっていうものが最もメジャーです。単純にパーティーメンバーが5名になるっていうことで、相手の攻撃の対象も増えて狙われる確率が分散するってだけではなくて、召喚された精霊は別グループ扱いになるので、ビギラゴンやグランドクロスなどのグループ攻撃に対して精霊が狙われた場合、パーティー全体が被害なしになるっていうメリットも存在しています。ただリメイク版では同一グループになっちゃったので、その点は注意が必要です。ってことで、主にボス戦で使っていきたい時、場合によっては戦況を変える力も持っているので、積極的に使用していきたいところです。そして同じく熟練度5で習得する地割れ、敵全体に雑器への即死効果を与える特技で、ただ3分の1で失敗してしまうっていう特性を持っています。海上や海底では確実に失敗してしまうので、その点も注意してください。いわゆる自然系の特技で、似た属性のものだと火柱や津波などが挙げられますね。ただそれらはほとんど有効な使い道がないのに対して、地割れは十分使い道が存在しています。 MP 消費なしで敵全体に即死を与えるということで、魔術師のトーンなどで熟練度上げの際に MP 温存も兼ねて役立つかと思います。また耐性貫通力も高く、探索時のノーコスト処理技としても実は使い勝手かなりいいです。そして熟練度8で習得するイオナズン、敵全体に130から150程度のイオ系のダメージを与える呪文で、習得時期の遅さを加味したとしてもかなり強力な攻撃呪文、かつ習得可能なのは賢者のみとなっています。呪文キャラ最大の全体火力技で、ヤマビコの帽子によるヤマビコイオナズンは本作最大クラスの全体処理技として重宝します。熟練度上げからデストムーア最終形態への打点、隠しダンジョン攻略など幅広く使えるので、呪文キャラは確実に覚えておきたいところです。ということで、攻撃面回復面ともにトップクラスで、パーティーに一人は入れたい優秀な職業ということで、今回 S ランクとなっています。そしてもう一つ S ランクに選ばれたのはパラディンです。僧侶と舞踏家をマスターすることで転職できる上級職、ステータスの補正はなんと一切マイナス補正がないという優秀さ。ドラケ6においてマイナス補正のない職業はパラディンと勇者だけなので、その特別さっていうのがわかるかと思います。熟練度を最大まで上げると HP が20上昇するので、多少ですが受けの性能も上昇、
また転職までの経由ルートも優秀で、武闘家で攻撃面の補強、僧侶で回復面の補強とパラディになる過程っていうのも非常に強力です。職業特性で一定確率で敵を即死させるっていう効果も持っていて、この確率っていうのは熟練度が上がることに上昇、最終的には8分の1の確率まで上がります。はやぶさ斬りで即死効果を2回与えたり、さみだれ剣で敵全体に即死効果を与えたりといった使い方も実は可能です。パラディンという職業の特性上、回復と攻撃の両立が可能な中間職と思っている方もいるかもしれませんが、武闘家経営による聖剣突きや回し蹴り、パラディンの即死効果や真空波といった攻撃性能の異常な高さもポイントです。特に熟練の2で習得する真空波、ドラクエ6屈指の強技で、消費 MP なしでレベル ×2 プラス30のダメージを与える効果を持っています。習得時期的に考えれば80から100程度のダメージになって、これがノーコストで打てるっていうのはもうかなり使い勝手がいいってことがわかるかと思います。この強力な特技ですが、なぜかリメイク版ではさらに威力が上昇、レベル ×2 プラス50のダメージと基礎ダメージが20上昇、とんでもないぶっ壊れ特技となりました。リメイク版のモンスターは HP が調整されて 20% 減少しているので、実質的な真空波の評価っていうのはもうさらに上昇しています。そして何より習得も早いっていうのがポイント。パルディン自体の転職までは時間がかかるものの、真空波自体は熟練の2で習得できるので、転職後早い段階から活用できるのがありがたいですね。ドラケイ6の必須級優秀特技なので、積極的に使用していきたいところです。あとは仁王立ちですね。一旦の間、味方への攻撃を全て肩代わりするっていう効果で、耐久力の高いハッサンやアモス、ドランゴが使用すると強力な特技となっています。ハッサンは自力で習得するので、パラディンの習得する特技っていうよりはハッサンの特技っていうイメージの方が強いですよね。スカラや魔法カンタで強化して仁王立ちすることで鉄壁の要塞と化すことができて、うまく活用できれば海底宝物庫のキラーマジンガの低レベル撃破も狙うことができます。その他メガダルによる騎士改正の一手やマジックバリアといったサポートまでこなせる超万能職、 SS ランクと並んでも遜色ない最強クラスの職業ですが、最終的なやり込みや最高火力っていう部分も考えて、今回は S ランクとさせていただきました。ということで以上が S ランクの職業。こっからは本作最強クラス SS ランクを紹介していきます。SS は基本的なステータス性能はもちろんのこと、最終的な習得特技、呪文の有用性に加えて、他職では実現できない圧倒的な独自性能を持っているっていう点が評価点となっています。それでは行きましょう。SS ランク一つ目、勇者です。転職条件はバトルマスター、賢者、スーパースター、レンジャーのマスター。ただ主人公だけはこの中の一つだけを極めれば転職が可能という特別な存在となっています。ってことで、実際に攻略段階で転職できるのはほぼ主人公だけと言っても過言ではありません。パラディン同様マイナス補正が一切なく、戦闘面において非常に使いやすい性能をしています。ただ素早さに補正がないので、先制率の安定感という部分には欠けます。星降る腕輪などで装飾品でカバーしていきたいところですね。また職業特性に自動 HP 回復がついていて、その回復量は最大で毎ターン80、これはもうとにかく優秀で、終盤での戦闘の快適度が他の職業と比較しても段違い、ボス戦時でも圧倒的な安定感を誇ります。実質的な耐久性能は全職業中トップクラスとも言えるでしょう。職業マスター特典として MP プラス40も持っているので、習得できる強力な呪文や特技を使いやすくなるっていうのも強みでありますね。攻撃面で見ても相当優秀で、熟練度6で習得できるギガスラッシュ、敵1グループに350から410程度の電位系ダメージを与えます。基礎威力の高さと耐性を持つモンスターの少ない電位系の範囲攻撃ってことで非常に強力。また対ダークドレアムの最終兵器としても優秀で、バイキルト聖剣継ぎに比べれば威力は劣るんですが、避けられる可能性だったり凍結カードの存在を考慮すれば、ギガスラッシュ連打の快適さに軍配が上がるかと思います。ドラケイ6の最強クラスの特技なので、ぜひとも主人公には習得させておきたいところです。次に熟練度7で習得するジゴスパーク、敵全体に210から290程度の電位系ダメージを与える特技で、ギガスラッシュ同様本作初登場の特技となっています。ギガスラッシュよりも威力が低い代わりに攻撃範囲が広いという特徴で、雑魚処理ではこちらが輝く場合が多いですね。
終盤の熟練度上げやレベル上げなどで活躍する特技かなと思います。またはデッサムアの最終形態に対して同時に削りを入れていくっていうところでも有効ですね。注意点としては相手の体勢によって変化するのがダメージ量ではなく命中率、体勢持ちの相手に対してはゼロダメージになってしまう可能性があるので注意してください。ということで以上のことから、高いステータス性能と自動回復による圧倒的耐久力、加えてギガスラッシュなどの強力な効果力特技を評価して今回 SS ランクとなりました。そしてもう一つの SS ランクに選ばれたのはドラゴンです。転職条件はドラゴンの悟りの使用、使用者のみが転職可能となります。ステータス補正はかなり攻撃的、バトルマスター以上の前衛的な補正となっています。さらに熟練度マスターの特典として力がプラス20される、これによってよりパワフルな攻撃が可能になります。物理アタッカーの最終位置といっても過言ではない職業、そんなイメージですね。 MP のマイナス自体も習得特技の特性の MP 消費なしという観点からそこまで大きな痛手にはならず、あとは素早さのマイナス補正をいかにカバーするかが重要な職業でもあります。また職業特性として先制率の上昇もあり、最大で4倍まで上昇します。ということで性能面が非常に優秀なドラゴンですが、習得特技も優秀なのでこちらも紹介していきます。やはりマストで注目すべきは灼熱と輝く息の2つ。灼熱は熟練度7で習得して、輝く息は熟練度8で習得します。灼熱は敵全体に150から170程度の火炎系ダメージ、輝く息は敵全体に210から230程度の吹雪系ダメージを与えます。ダメージ期待値はギガデイン以上でありながら、ノーコスト全体と全ての上位互換ダメージの期待値で上回り、全体に攻撃できるビッグバンと比較してもこちらは MP 消費なしということで、ダンジョン攻略時の MP 枯渇を心配することがなく、熟練度稼ぎの面でも長期的な戦闘ができることからしっかりと差別化できています。とにかく使い勝手のいい本作屈指の強力な全体攻撃技なので、なるべく多くのキャラに覚えさせておきたいところです。灼熱は輝く息と比較して威力こそ低いものの、キラーマシン2やボンファイター、デーモンキングなど吹雪に耐性のあるモンスターに対しても有効な点も覚えておくと役立つかと思います。ということでやり込み面で見ても最も強力な特技を習得し、ステータス補正も非常に攻撃的、かつ先制率の上昇によって稼ぎのタイミングでも長く戦いやすいという面を含めて今回は SS ランクとなりました。はい、ということで以上がランク別職業評価でした。 D から A ランクも別動画で解説していますので、まだ見てないよって方はぜひそちらもご覧ください。それでは今回はここまで、次回もお楽しみに。バイバイ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もドラケーや FF といった指定2の名作 RPG の解説や考察を動画にしてアップしていきます。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。